がこうつながるときに境目が美しくなるようにやる技法です。今表側の編み始めで伏せ目バインドオフしました。ここが次バインドオフするときにここをなだらかにしたいなと思うわけです。その場合まず最後の目をここまで来ましたね。最後の目を編まずに残したまま編み地を返します。で、編み地を返しましたらこういう状態ですね。左針の最初の目をスイップ、滑り目します。この目を使って伏せ目をする。これを伏せ目の一目分と数えるわけですね。もし3目伏せ目の場合はそのまんま2、3とやります。そうするとここがなだらかになる、そういう技法になってます。